そっかそっかいや私ね時々歩くんですね歩くのは好きでも歩くのは運動と言えるのかわからないんですけれどでもまあ気分転換のために歩くみたいな感じですねだからもう運動しようと思ってどんな感じで歩くんですかあのあのね多分ね、うん、手があのズボンのジーパンとかのポケットに入ってたらあの運動じゃないですね <laughs> それも持論ですか私出てますポケットに入ってないですポケ ポケットに手を入れてたら運動じゃないですね。あのこの上着とかジャケットとかのポケットに、うん。そう,そうあるね。あるあるある。あの腕をよく振ってたらね、こブンブンブンってね腕,腕振,って私振ってる振ってる振ってますよ。本当ですか。うん、はい。なんか周りの人にあのパンチするぐらい。 そうそうそうはいそこのけて、えー、バンバンバンみたいな分からないけど前そうでも前,前後に前後に腕を振りますかそれとも左右に腕を振りますあええー、これまたみんな想像できますか前後前後私前後かなうんいやそれそうでしょ左右に腕を振る <laughs> どういうことですか<ー>左右わ分かんないそんな人でもはそんな走り方する人いるじゃないですかちょっと手が横に出ちゃう。<laughs>

でも、まあ、天気に左右されるから、天気がね、悪かったらやっぱり短い、うん、はいはい、短くなっちゃうかな。うん。歩きながら何かしますか自分のポッドキャストを聞いたりしますか自分は、聞かないね、<laughs> やっぱり。ちょっとそれは嫌だけど、<laughs> うん、さすがにね。<laughs> そう、それはないちょっと気持ち悪い。うん、でもあの、音楽だったり、でも最近はやっぱり旦那さんと歩くことが多いので、まあ、それだと話しながらですね。 話したらそんなに早く歩くんですか、人歩ける、歩ける、でも最後は私が息切れしてましたから、<laughs> もうだめだみたいな。<laughs> 2>, 2人でそんなに早く歩いてたら、周りの人はちょっとびっくりしないですか、いや、そこまで早く歩いてない <laughs> そんな走るぐらい分からないけど、うん、でもあの、まあ、これが私たちの今、夫婦の時間になってますね歩,歩きながら話しますか、いろいろな話しますね。うん

でもあの東京の辺なんかもその歩くっていうわけじゃないけどこうブラブラ歩きながらなんかこう楽しいじゃないですか多分東京の方だとお店もたくさんあるしあこんなところにこんなものがあるみたいなあ発見があったりしてそうですね。ねそうですね。あの,あのねやっぱりねお店がありすぎて。 あそっかありすぎるんだんん、まあ、特に僕が住んでるエリアは結構お店が多いんですね。はい、であの東京は、まあ、まあ日本は大体そうなんですけどあの1回だけじゃないじゃないですか。うん 1> 1階例えばロンドンとかでもお店はグランドフロアですね1階一、うん、階ですよねほとんどがほとんどねたまにね 2>, うん、うん、2階もお店のこともあるけど、まあ、ほとんどは1階がお店になっててなんか2階から上はオフィスとかあの家とか、うん、あのフラットそうですね、うん、でスペインもそうなんですけどなんかこう日本の場合はあの結構上とか下とかあるじゃないですかあるある。 ありますね昨日ね昨日あの天ぷら屋を探しててなんかちょっと奥さんとねうん、うん、美味しい天ぷら食べたいなと思ってでぐ、まあ、グーグルで天ぷらって調べたら出てきたんですけどあれこれいつもよく通る道だよなと思ってもそこの2階だったんですよね。あ<ー>そう だからそのビルの2階みたいな。うんうん、だからね、まあ2階とか3階とか4階とか、あと地下1階とか、うん、そういうのがたくさんあるんで、もう何回歩いても結構知らないことがまだまだありますね。うん、ねまあだから面白いですよ、うん、本当に。面白いですよね。面白いけどね、全然その、 家の近くのはずなのに他の人と話してねだ例えば誰かがあそこのお店の近くですねとか言ってえそんなのありました、ね、ああそういうことあるかもしれないね<う>気づかなかったからそう,、うん、そうしかも新しいお店とかだとね新しいんですよえあそうなんですねとかあと僕はよく下北沢のね話をしてるんですけど僕があのまあ前に住んでた町ですね下北沢っていう町で、うん、あのよく まあ生徒さんとかとねなんか日本に来た時に「足向きなさい来ました」とかねそういう人もいるので話をしてもね結構ねあのお店がわからないんですよね例えばまあ僕が住んでたのももう6年以上前なんで7年ぐらい前かな,なんかほとんどのお店が変わってるんですよね。なるほどねねそううでししょ新いお店とか あのもうなくなったお店とかそういうのが多いんでわあのどこのことだかわからないだから東京は本当にね変わりますからねうん,なんかそうだね 10, 10年前に東京に来ましたとか、ね、20年前に東京に住んでましたみたいな生徒さんいますよねたまに、うんうん、でも多分違ってるんだろうね今の景色とねそう全然違うんですよねうん面白いなうん、うん、どんどん変わってるんだね